いやー今日ドズシャミュージアムも最終日ですが、はい、いやもうすごいたくさんの方にね来ていただきまして、いや僕先ほどあの池袋行ってきたんですよ。あ、なんか見ました、はい、トツさんいたとかトツさんサインしてもらったとかそうトツさんにぶん殴られたとか、いやいや殴られた、うつば吐きかけられた、いやいやいややってないでしょそんなことは。あ、違った、いや違う、そこまでそこまではなかった、いやいやそこまではもう何も、いやもうファンサしかしてないですが、いやどうでした、いやいややっぱね心配事あるんだけど、え、心配事なんですか、人いたゼロいましたよめちゃくちゃ、いやでもちょっと行くまで少し怖かったんですよ、なぜならば、うん、今日平日だし、立浪先生しかいなかったそんな相当怖いですけどねそれえ、今日たくさんいらっしゃいました、マジでリーチしかおらん、あ、本当ありがとうございます、たくさんいらっしゃいまして、いやちょうど合わせることなく、うん、立浪先生ご家族ともご一緒できて、あ、本当に、うん、たまたまタイミングがあって、たまたまタイミングがあって本当に、うん、僕が行ったら立浪先生のご家族もいて、うん、はい、うん、ちょっとご挨拶できました、どうだと、いや、あ、でも先生も本出されましたもんね、いやそうですよ、てか最近すごいみんな本ラッシュ来てますね、立浪先生だよもう立浪先生どんどんすごい先生になってますよ、いや、やばい、そのうち本当にもうあれだよ、雑に使えなくなるよちょっとあれいやもう現時点でっていう説ありますけどね情熱大陸に出て、そう、東大の教員をやられてて、はい、本を出し、立浪先生も気使ってさ、はい、そしたら雑に呼んでくださいよみたいに言ってるけどはい、本当にあれかもしれない、もうさすがにと思ってる内心もう違くねっていうね、うん、思ってるかもしれないですようん、うん、いい方だから、はい、言わないだけで言わないだけでね、うんうん、もう雑に呼ばんで、ありがとうございます、ありがとうございます、いや呼びます雑に呼び続けます、はい、ありがとうございます、はい、昨日辰巳先生ライブ配信で、うん、ぜひいろいろ呼んでほしいとおっしゃってましたと、あ、本当に？ほら、知らんぞリスペクトのある雑な呼びですから僕、あ、まあ確かにね、それなんか言い方はリスペクトのある雑な呼び方だけど、はい、美味しくなるようにみたいな、いやいやいや違います、うん、リスペクトのある雑呼びなんで、リスペクトありますけど、はい、どんどん逆に雑に呼ぶことが美味しいみたいに感じちゃっていや、それやっぱギャップじゃないですか、うん、何事も、まあ、それはある、ギャップはある、うん、どんどんすごくなっているあんな先生のすごい先生と、うん、そのもうしょうもないことをするっていうギャップはある、うん、それはある、ギャップがね、確かに本日の切り抜き放送はここまで、ご視聴ありがとうございました。ドズル社放送部へのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。またの放送をお楽しみに。